アイテム番号 SCP-122JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-122JP の周囲500メートルは封鎖され、カバーストーリー再開発が展開されています。周囲には警備員を配置し、民間人の立ち入りを防いでください。 SCP-122JP-1 の姿を確認した警備員は即座に財団に報告し、緊急プロトコル A122-17A が展開されます。 SCP-122JP には1日に1人、毎回別の D クラス職員を入店させ食事をさせてください。食事は可能な限り量の少ないものを選ばせ、食事後は速やかに退店させます。対象となった D クラス職員には帰還後 B クラス記憶処置を施します。説明。SCP-122JP は特定の繁華街に出現する飲食店です。SCP-122JP 内には不特定数の SCP-122JP-1 が従業員として働いており、いずれもフレンチメイドをモデルとした衣装を着用した10代後半と思われる日本人女性の姿をしています。店内はテーブル席のみで構成されており、注文を受けた場合カウンター奥のキッチンで、調理が行われます。財団エージェントによる潜入調査の結果、キッチンには冷蔵庫と電子レンジ、いくつかの調味料があるのみで冷蔵庫内も完全に空の状態でした。どのようにして食品や資材の調達を行っているかは不明です。SCP-122JP は午前11時から午後23時まで営業しており、営業終了後 SCP-122JP-1 の姿はなくなりますが、店舗から対象が出ていく気配はなく、内部に潜入した場合でも SCP-122JP-1 の姿は確認できません。しかし開店時間には再び姿を現します。また、SCP-122JP は数日間来店がない場合、別の場所へ移転を行います。これまで観測中に2度の移転が起こっており、財団エージェントによる捜索と調査の結果、現在は日本の東京と区内での封じ込めが確立されました。SCP-122JP-1 は時に建造物の外部に出て客引きを行います。客引き行為を受けた人物は男女問わず、非常に高い確率で SCP-122JP 内へと入ります。店内へ誘導された被験者はコーヒーや紅茶、ケチャップなどでデコレーションされたオムレツのような食品などを提供されます。食事をした被験者は皆一様にそれが非常に美味であると述べ、多くの場合は何度も店に通うようになります。被験者は SCP-122JP に通い、食事を取るうちにだんだんと衰弱し、栄養失調や飢餓などの兆候を見せます。体重は激減し、内臓機能にも支障をきたすに至っても本人は健康であると主張し続け、何も処置をしなければそのまま死に至ります。死亡するまでの期間は個人差が大きく、内臓や脳へのダメージが小さいうちに食品の摂取をやめれば多くの場合はその後も生存します。SCP-122JP の影響は B クラス記憶処置を施すことで治療可能なことが判明しています。以下は D クラス職員を被験体として SCP-122JP 内部に送り込んだ際の D クラスと財団エージェントとのやり取りです。潜入記録1221、日付、対象、SCP-122JP、被験者、B-1227JP。 記録開始。店内に入った。その、落ち着かねえよ。こういう店。適当に飲み物と食べ物を注文して、内容を教えてください。わかった。本当にこれ頼むのかよ。すいません。ああ、この、これ。注文内容をしっかり読み上げてください。真っ赤なハートの雪降りトマトジュースと、ああ、クマタン妖精のドキドキオムライスをくれ。しばらくの間、B-1227JP-JP と SCP-122JP-1 との間で他愛のない会話がある。慣れてきたら割と悪くないな。お、料理が来たようだぜ。内容についてコメントしてください。ああ、
見た感じは普通のトマトジュースだな。長っ細いグラスに入ってる。グラスの縁に塩がついてるな。気が利いてやがる。オムライスは、ケチャップで猫だか熊だかの絵が描いてある。食べてみてください。本当にこんなんで釈放されんだろうな。うん。意外とうめえ。冷凍じゃなくてちゃんと作ってるなこれは。トマトもいけるぜ。田舎を思い出す。なあ、この、コロコロ心のサンドイッチ、も頼むぜ。あと、トマトジュースをおかわりだ。了解。気づかれないように一部をタッパーに確保してから車に戻ってください。結構気に入ったぜここ。シャバに戻ったらもう一度来るかもしれねえな。B1227JP は15分後に戻り、再び収容されました。その時に貧血の症状を見せており、体重が約 1kg 減少していました。B1227JP はその後もしきりに再報を要求し、暴力的になりましたが記憶処置後は通常の状態に戻りました。店内で提供される食品を調査した結果、食品から被験者のものと同一の DNA が検出されており、SCP-122JP は未知の技術によって被験者の体組織を使用して食品を製造し提供しており、被験者の衰弱死の原因であると思われます。以下は SCP-122JP に侵入した財団エージェントと SCP-122JP1 とのやり取りの映像記録です。エージェントは衣服に据え付けた超小型の隠しカメラで撮影をしています。インタビュー記録122、日付、対象、SCP-122JP1、記録開始。やあ、こんにちは。お帰りなさいませ、ご主人様。ハートフル1カフェへようこそ。ご帰宅料は500円となっております。ご主人様か。実はよくこの辺りを通るんだけど、君たちはいつ帰宅してるんだい？嫌ですわご主人様。ここは私たち妖精とご主人様のお屋敷じゃないですか。いや、そうじゃなく、まあいい。ところでここの料理はどんな風に作ってるのかな？妖精さんのハートフル魔法です。僕はアレルギー自治なんだ。だから食事の内容を知っておきたいんだが。ご心配いりませんよご主人様。私たち妖精はご主人様のお体のことをちゃんと分かっておりますから、アレルギーの心配は 100% ありません。100%? どうしてそんなことが言えるんだ。こっちがキッチンかい。エージェントがキッチン内を覗く。この時内部では別の SCP-122JP1 個体が冷蔵庫から完全に出来上がった料理を取り出しているのが確認されています。出来合いの冷凍品か何かか？あれをレンジして出しているのか？妖精さんの魔法です。今日もご主人様の一日のお疲れを、私たちメイドが癒してあげますね。質問に答えてくれ。どうして出来上がった料理が冷蔵庫から直接出てくるんだ？この質問の直後、約 1.5 秒間、SCP-122JP1 から高周波の音声が発信され、対象の顔面が異常な速度で動くのが確認されました。おい、大丈夫か？今何か？もうすぐ妖精さんのダンスの時間ですよ。さあ、ご主人様も一緒に、萌え萌えキュン。もういい、帰らせてもらう。嫌ですわご主人様。ここは私たち妖精とご主人様のお屋敷じゃないですか。じゃあお出かけだ。記録終了。ほい。以下は SCP-122JP1 から発せられた高周波音の解析結果です。お帰りなさいませご主人様。おはようございますご主人様。今日もご無事のご帰宅、何よりです。お帰りなさいませお嬢様。おはようございますお嬢様。行ってらっしゃいませご主人様。行ってらっしゃいませお嬢様。ハートフルカフェへようこそ。ハートフルカフェへようこそ。私たちはお屋敷の妖精さんです。アイスコーヒーですね。かしこまりました。ジンジャーエールですね。かしこまりました。コーラですね。かしこまりました。当店では超新鮮、ほやほやのお料理をご提供いたしております。天然素材 100%、ご注文を受けてから作っているのでとっても美味しいんですよ。クマタン妖精のドキドキオムライスですね。可愛くって美味しくってドキドキしちゃいますよ。コロコロ心のサンドイッチですね。コロッコロの大きな具がたっぷりで食べれば食べるほどまた欲しくなっちゃうんですよ。コマンド。